はい、制作してました。68年モデルをベースとしたもので、少し分離感強めというものを試奏してみたいと思います。使ってるアンプはチューブ、ボックスのチューブと BD2 になります。まずはフロントからということで。希望によりセンターは逆字にしてないので、ハーフトーンのところで、ハムキャンセリング効果っていうのはないっていう感じになります。ボックスの方が低音寄りに出るんでこんな感じですけども、後でトランジスタの方も弾いてみます。で、それで、フランチぐらいの、変えたばっかりのもあって、まあ、結構もう綺麗な音。
センターは細かめで、リエは少し大きめって感じで巻き分けてます。Yeah.